こんにちは、りょうです。今日は恒例のお菓子ランキング。私は今までに15種類以上の激辛お菓子を食べてきました。そして今日は新たに5種類の激辛お菓子をチェックしていきます。ではまず1つ目の激辛お菓子、こちら。激辛マニア、激辛サキイカ。2つ目の激辛お菓子、フォーロン、エビとスナック。こちらはベトナムのお菓子になります。次、3つ目、テンペ、クリスピースナック。これはスパイシー味になります。そしてインドネシアのお菓子。3つ目、蒙古タンメン中本さんの激辛北極ラーメンのベビースター。そして次は最後になります、5つ目、ブルダックラーメンスナック。今日はこの5つのラインナップでお届けします。やるぞ。Close to the sun。まず1つ目のお菓子、激辛マニアの激辛サキイカ。これを食べていきます。ここに辛さの目安が書いてあるんですけど、星5つのうち 3.5。 あー、イカのいい匂いですね。全然辛さは感じないです。口に入れた瞬間の衝撃はそんなないんですけど、噛んでいくうちに激辛度が増してきます。ヒリヒリ系、10のうち辛さレベル 1.5。 2つ目のお菓子、フォーロンエビトースナック。ベトナムのお菓子ですね。いただきます。あ、辛さは全然ないかもしれないです。なんか私これ日本のお菓子で食べたことあります、この感じ。あ、これビールのおつまみめっちゃいいですね。お酒のおつまみ私お酒飲めないんですけどからさレベル 0.1。 3つ目のお菓子はこれ、テンペクリスピースナック。インドネシアのお菓子です。食べます。おお、辛みは全くないんですけど、苦手です若干辛みのなんて風味みたいな感じはあります。辛さレベル 0.05。続いて蒙古タンメン中本北極ラーメンのどでかいベビースターラーメン食べます。かなりくる。あ、大量に入れると結構辛いです。辛さレベル
2、続いてがラストになります。こちらブルダックのラーメンスナックです。これは中に粉が入ってるらしいんですけど、それを取り出して、でまずこの袋を閉じた状態で麺をこのお好みの大きさに砕くらしいです。砕いた麺の中にスパイスの粉を入れてシャカシャカする、で食べるらしいです。砕きます、入れます。匂いは美味しそうな匂いです。ちょっと辛い感じがするんですけど、この大きいのいただきます。今来ました。辛いですね。ブルダックだ。でもお菓子としてちゃんと食べれる辛さです。辛さレベル3。以上でこの5つ食べました。辛い順に並んでいます。でもこれは韓国のお菓子だし、これがベトナムのお菓子、これがインドネシアのお菓子、辛さにもいろいろな種類があるんだなっていうのが今日改めてよく分かりました。その国によって辛さを感じるヒリヒリ感とか突き刺すような痛みとか、まあ、使っている唐辛子もいろいろあると思うので、なんか私は今日楽しかったです。いろんな激辛のお菓子が食べれて、また何か新しく激辛のお菓子見つけたらこのランキングやっていきたいと思うので、それまで楽しみにしててください。でもし私が紹介したものの中で気になるものがあったらぜひ食べてみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。